丈夫ですよ。余裕もありますし、お客様は大歓迎です。ではご厄介にならせていただきます。いえいえ、こちらこそ。よかったわね、ハトさん。頼りがいのありそうなお姉さんがご一緒で。あ、お姉さんですか。やっぱり浅間さんはこちら取材にいらしたのかしら。それは先日郷土資料館から鏡が盗まれたことについてですか。あら、そういえばそんなことも。いやね、こんな田舎にまで泥棒だなんて。ハトさんには言ってあるんですけど、こちらではもうすぐお祭りがあるんですよ。それでてっきりそちらの取材で来られたのかと。はい、それは存じております。ですがここ10年ほどですっかり廃れてしまったと聞き及んでいるんですが。でも今年は宇月さんが来たから少し賑やかになるんだって。宇月って、もしかして千葉宇月かい。あれ、サクヤさん知り合い。まあ、あの家とも古い付き合いがあるっていうか、いろいろと因縁がね。うずき、なんであんたがここにいるんだい。私も宿泊客ですので。私だってそうなんだよ。不快になるからその面見せるのやめてほしいね。その言葉そっくりそのままお返しします。だいたいこちらの逗留先に乗り込んできたのはあなたの方でしょう。私が文句を言われる筋合いはありません。お母さんと来たかったな。Thank you.
どうしたの？うずきさんはともかく、さくやさんまで黙っちゃって。ケイ、あんたそりゃどういう意味だい。言葉の通りでしょうね、あんたは。二人とも仲良くしようよ。それは無理ってもんさね。私は構いませんよ、さくやさんが私の邪魔をしなければ。さくやさん、そんなことしてるの？さてね、私は私の人道に基づいて行動してるだけなんだけど。だいけ、その非難がましい目は。クジラのお肉おいしいのに、油からヒゲまでちゃんと無駄なく使ってたのに、ひどい。は？確かに意味不明ですけど、さくやさん、普段の行いが問題になっているんでしょうね。あんたらみたいな時代錯誤を押し通すような連中には言われたくないよ。人のことを言いますか、あなたが。そうだよ、大事な伝統を伝えているんだから、少しぐらい仕方ないよ。私のクラスにもおことの名取りの人がいるんだけどね。ああ、なんだいなんだい。あんたぐらいの年頃だと親をないがしろにして友人とつるみたがるもんだけど、母親べったりだったケイまで、その親友で付き合いの長い私よりポットでの小娘の肩を持つんだね。伝統を大事にしたいんなら、もう少し年寄りをいたわるべきじゃないのかい？年寄りって誰が？ケイさん、どうかしたのかい？ううん、別に。それならいいんだ。私たちの大人げなさが、このいさかいには無関係のケイさんまで不快にさせてしまったのかと思ってね。ううん、うずきさんは大人だよ。ん？そうかい。なんだいけ、もうのぼせたのかい？ううん、そんなことないけど。
そうだ、うずきさん、私、ケイ君に会ったよ。は？ケイがケイに会ったって？何をとんちんかんなことを言ってるんだい、あんたは。サクヤさんは黙ってて。へいへい、それで？ほら、うずきさんの尋ね人の。へえ、あんたが男をね。もう、サクヤさんは黙っててって言ってるでしょ。うずきさん、ちょっとあっちに行こう。あ、うん。サクヤさんは来ないでよね。小娘同士の内緒話なんだから。あんた小娘ってね。ほら、うずきさん行こう。それでね、うずきさん。ケイさん、あなたは奴に会ったのかい？でも、奴なんてそんな言い方。呼び方を区別しないと、先ほどの咲夜さんではないが、問題が生じるだろう。まあ、それはそうだけど。せめて彼とかにしない？いいんだよ、奴で十分だ。それでケイさん、どこで奴と会った？話はしたかい？おかしなことはされなかったかい？ちょ、うずきさん落ち着いて。とりあえず順番に話すから、そんないっぺんには。柱様のご神木の前だよ。大きな円珠の木の。あそこは神域のはずだ。うん、やんわりと追い出されちゃった。うん、やっぱり近くまで行っちゃったのはまずかったかな。それでね、ケイ君にはお柱様のご神木になってる円珠の木についていろいろ教えてもらったんだ。綺麗な木なのに、なんで鬼なんてついてるのかなって聞いたら、鬼っていうのは死んだ人の魂のことなんだって。説明はそれだけだったかい？あと、蝶は魂を運ぶ乗り物だとか、魂そのものの形だとか。他にもあるの？私としてはちょっと認識大逆転って感じの豆知識だったんだけど。いやね、円珠に付随しての鬼の知識なら中国における木の説明だけでも十分なんだが、鬼の説明としては不十分。奴があなたには説明しにくいだろうことは、結局ぼかして話しているんだな。という外来の文字に結びついた日本の鬼については説明がないだろう。でもさすがにそれぐらい知ってるよ。私だって日本人歴長いもん。あれだよね、桃太郎とか一寸法師に出てくる虎の毛皮のパンツ履いてる。世間一般に普及しているイメージではそうだね。では、その鬼の中に木と結びつく要因はあるかな？え？黄色と黒？ケイさん、隠れるという漢字は陰という呼びの他にも陰と読んだりするだろう。隠密とか。そう、今あなたが言った隠密、
忍びは鬼と近いところにいる存在だ。え、忍者が鬼？鬼はその恩という言葉からの天下という説が推されていてね、物に隠れて現れることを欲せざるゆえに俗に呼びて鬼という名にと、本舗初の漢和辞典和名抄にもそう記されているんだよ。鬼から隠れるんじゃなくて鬼が隠れるの？逆だよ、ケイさん。順番が逆なんだ。あるものを鬼と認識し、鬼と名付け、鬼という鋳型に押し込むのは人間だ。人間が鬼を作るんだ。だから鬼が隠れるのではなく、隠れたもの、隠されたもの、隠れざるを得なかったものが鬼になる。それが原点の鬼だ。原点？そう、原点って、あんたら何を色気のない話をしてるんだい？ああ、サクヤさんはこっちに来ないでって言ったよね。まあね。とはいえ、ジャーナリズムに関わるものとしては耳をいつでもそば立てておく必要があるのさ。うずきさん、無視しよ。あんたはそんなに冷たい子だったのかい？自業自得だよ。まあ、長湯が過ぎるのも体に触るだろうから、取り急ぎ話をまとめて上がりにしよう。木と鬼とが結びついた要因だけどね、鬼は鬼とされた時から人の世を外れて死者の列に連なることになるんだ。死者が生前と変わらぬ姿で現世にとどまっているとすれば、それは幽霊ってこと？そう、鬼となることは木になるということでもあるわけだ。今だって死亡届が受理されちまえば、そいつは死人の仲間入りだよ。単なる行方不明でも7年続けば晴れて死亡認定さ。なるほど。それとは逆からのつながりだけど、鬼人が亡くなった場合にはお隠れになったという言葉を使ったりするだろう。あ、隠れる。いくら成り立ちを知ったところで、鬼は人にあだなす人ならぬものの総称として使われることになるんだけどね。